吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめしたところでにゃーにゃー泣いていたことだけは記憶している。吾輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くとそれは書生という人間中で一番凶悪な種族であったそうだ。吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめしたところでにゃーにゃー泣いていたことだけは記憶している。吾輩はここで初めて人間というものを見た。